もプラルでございます。今回もやっていきましょうということで、ちょっと始める前にですね、ユーザーランクの方がなんとかね 1% の方到達いたしましたっていうご報告をね、ちょっと最初の方したいなと思います。まあ一応ですね、まあなんとか1万1000の方行って、まあ次はですね、1万2000の方を目指してちょっとね、ユーザーランクの方、ランク上げの方ね、やっていこうかなと思うんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。でとりあえず今回何やっていくかっていうとですね、まあ引き続きビックリマンのコラボの方やっていこうかなって思うんですけれども、あれですね、前回ですね、ビックリマンのイベントガチャの方でしたっけな、まあ、EX キャラクターが手に入る、まあ、ガチャの方を回したんですけども、ちょっと、ご紹介しましょうか。どこだ。あ、ここら辺ですね。はい。この辺ですね。まあ、プラス上げの方がかなりできたのかなって思うんですけれども、一応ですね、まあ、こちらのキャラクターについては、プラスの20の方が、限界ということで、まあ、20以降は、プラス上げられないので、まあ、NP に、変えるっていう感じなんですけども、まあ、とりあえず、ここら辺から3体に関してはもう20になってるんですけども、こちらですね、猫老獣。まあ、新海は猫の助なんですけども、まあ、こちらの方がまだ18ということで、あと2つ、プラスの方が足りないので、今回はですね、ちょっと回そうかなと思うんですけども、まあ、とりあえずそんなに貯めたところでもですね、意味ないっていうか、その、まあ、回すっていうかね、増やしたところで、まあ、全部 NP に変えるんで、まあ、なんとも言えないんで、まあ、とりあえず1枚41枚だけね、あるんで、それだけ使って、とりあえずね、まあ、当てていこうかなと思います。多分出るかなと思うんで、まあ、とりあえず今回もゆるくやっていこうかなと思います。ということで、とりあえずですね、ゆるく、やっていきたいと思います。じゃあ、とりあえず10連からいきたいと思います。いきましょう。はい。まあ、とりあえず、そうですね、2体出ればもう全て終わりなんで、他は全部、お、言ったら来たんだけど、早い。あと1体ですね。あと1体出ればもう終わり。ということで。さあ。まあ、プラス20までが限界だったのがまあね、ちょっと意外でした。もうちょっといけるかなとか思ったんですけども、まあ20なんで、まあ、割と比較的に楽にはね、できたかなと思います。まあ別にあれですね、結構貯めといて NP に変えても、まあいいかなとは思うんですけれどもね、他にもちょっとやらなくちゃいけないステージの方もね、ちょっとあるので、あ、なんとも言えない感じかなって。あ、猫デビルやっぱ出てくんな。ちょっとあと1体。31枚なんで。今回多分すぐ終わるかななんて思うんですけれどもね。とりあえず、まあ、最後に猫老獣の方がね、1体だけで、ね、できれば、ね、プラス20ができれば、と思うんですけども。まあ、オッケー。終わった。ということで、もう終わります。はい。まあ残りですね、使わないのももったいないんで、とりあえず全部回します。はい。どうしようかな、特に話す内容は特にはないんですけれども、まあとりあえず、そうですね、まあ、ビックリマンの方はもう明日で終わりかなと思うんですけども、結局ですね、マリアガチャ引くか引かないかはね、悩んだ末はね、さあ、まあもうなんか流れてしまうような感じがするんですけれども、そうだな、まあ次のコラボに期待すればいいかな、次のコラボ多分また伝説レアの方が多分出てくるんじゃないかなと思うんで、まあその時またですね、まあもしね、ガチャを、まあ、引くモチベーションがあれば、まあ、ガンガン回すっていう感じなんで、まあとりあえずビックリマンの方はまあ一応ゼウスの方は当たったんで、まあいいかなと思います。はい、まあそんな感じかな。ということで、もう終わりだ、終わりか、本当に早く終わるぞ今日は。まあたまにはいいよね、たまには。最近ちょっと長めの動画が多いんで。はい。最後あれかな、まあ、まとめてプラス上げ。じゃあラスト1枚ですね。こちらだけ。終わりです。はい。最後は何かな、まあ、できればアイテムが出ればなと思うんですけども。おほほほ、まあ、いいでしょう。NP ゲットということで。はい。じゃあとりあえず終わりました。すごいあっという間でしたね。とりあえず全て使う。これでやって、多分残るのって、はい。まあ、こやつらはすべて NP に変えたいと思います。お、20増えるんだね。まあ、とりあえずあれですね。まあ、今後、まあ、普通にね、強化したいキャラクターについてやろうかなと思います。はい。じゃあ、最後に、すべて20ということで、そちらの方を紹介して、とりあえず最後は終わりでございます。ちょっと待って。はい。どこだ。この辺かな。はい。ということで、なんとかすべてですね、EX キャラクターに関しては、プラス20の方で、ね、なんとかできました。まあ、残りは NP に変えることもできたんで、まあ、とりあえずね、なんとか、まあ、コラボ期間内にね、できて、完成できて、まあ、良かったのかなと思います。まあ、引き続きまたね、次のコラボについてなんかでね、まあ、こういうのになれば、また頑張ってね、ちょっとやっていきたいなと思います。まあ、あとはガチャについてもですね、まあ、今後ちょっとね、まあ、コラボ次第でやっていきたいと思うので、良ければね、次回の動画も見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴
聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またねー。